レオン師匠,りりン師匠こんにちは。はい、こんにちは。なんやかんやお久しぶりでございます。うん、だよね。<laughs> そうですね。レオン師匠9月はイベント続きだったけど、お疲れ様でした。いや正直ちょっと疲れたかもね。<laughs> あと、いろんな、うん、あの東京のイベントとか来ていただいた方、ありがとうございました。はい,はい、とんでもないです。ということで、久々の。 りの新エピソードやっていきたいんですけど、はい、今日はですね、潮の流れについて質問が来ております。うう海の潮の流れには、横、うん、ま水平方向の流れだけじゃなく、例えば馬の背のような起伏によって、海底から海面へ向かう縦の向きの流れもあると思います。お でこの方が、この横の流れっていうのはなんとなく理解できるんですけど、うん、こういうストラクチャーに絡んで発生する縦の流れとか、うん、まあ、いわゆる反転流とかは、ちょっとイメージがなかなかできないということで、ビヨン師匠はこの縦の流れについてどのように考え、捉えているでしょうか。ベイトとの関連などもあればお伺いしたいですという質問です。なるほど。これちょっとね、今聞いてて感心した。 はい、ま,ずまず感心したあの流れ潮流に関して質問は過去にたくさん受けたけどええええ縦方向もう反転流があるのよ実はうんうんうんそれを聞いてきた人はね初めてかもねおお<ー>、うん、仲間内ではあるよはいはいはいでもこういう質問形式の形で聞かれたのは多分初めてだから 結構やり込んでらっしゃる方だなと <laughs> そうですね、このちなみに今省いちゃったんです、質問者の方は神奈川にお住まいで、うん、もうあのずっとレオン師匠の,このいろんな発信を見て、尺目バルクラスとかをバンバンつったり、結構やり込んでいるアングラーの方のようでございます。だろうね、質問の内容がなかなかコアだもん、うん、<laughs> <laughs> なるほど。イメージできない まあ、うんイメージできない気持ちも分かるんだけど、イメージするしかないんだよね。水中ってそうですよね。<laughs> うん、実体感あの、目に見えないんだよね、なかなか。潜る人なら、ある程度分かるんだけど、でも潜ってる人ですら、そうそう見えないからね、もとかゴミとかがバーンと舞い上がったら見え,見えるけえけ、ー、ど。えーえー あんまりうんしかもはんな潮の流れ自体がそのき潮ってあるよねはいだから湧き上がってくる潮がそれはイメージできても縦の反転量はイメージできにくいねうん,うんどっからお話しようかな今の湧き潮と縦の反転量は違うよっていうところから話してみようかなはい これそうねまず脇地用なんだけども、えー、普段僕らのようなそのライトゲームのおかっぱらが脇地用を体感体験するとなるとねこれエリアの問題出てくるんだよね。うん例えば太平洋側の護岸であるとか護岸というか堤防ね、はい、あるいは日本海側,日本海側だとね か,かなり脇潮ってあまり見ないかもしれないね。ああ、なるほど、確かに。これ、脇潮ってさ、こっちから来る潮とこっちから来る潮と、はたまたもう一本、はははいはい、はい三方向からぐらい潮が来ないと、こういう脇潮にならないんだよ。ああ、複数の流れがこうぶつかって、うん、こうじょ、上昇するっていうことですかね。そうそう、まあ、有名なところでいうと、鳴門の潮って呼ばれる。 あなるほど。島県とかね。うん、要はね瀬戸内なんかで起こりやすい腸内の現象なのね。うん、潮が三方四方からぶつかった時に逃げ場がないよね潮自体が。はい、それが底潮が動いてる場合だとぶつかった底潮って上昇するしかなくなるね。うん、そうすると海面でふわーっとこういうの分かれるんだよぶつかって巻いて。瀬戸内住まいの方はね 当たり前に見るんだよね、それ。ああ、そうなんですね。<laughs> 夜は見えない。<laughs> うんうんうん。うん、で、逆に、下っていく潮もあるんだよねうん。湧く潮があれば、必然的にこの湧いた先が下がっていくから。うんうんうん。下り、下り潮。これイメージするならね、一番イメージしやすいのは、そうだな、川。はい。渓流。渓流の釣りをやってる人なら散々見てるはずよ。 うん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 。湧き壺から落ちた水が、そこで、ぐるっと回って、うわーっと水面に出る場所があるよね。はい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 。あの、湧き状が、こう、水面出る時って、水面って割と、こう、もっこり系の。あの、滑らかな仕様なんだよ。あの、が。ぐさぐさっとなってなくて。<laughs> もう、あーっていうね。うん。 でも一般的に、その、揚げ塩満潮なんかで一番流速の高いとき、まあ、えー、オフショアでやる人は分かると思うんだけど、タイがよく釣れる潮だと、海面がこうギザギザになるよね、よく。ああ、はい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 。で、脇塩あのギザギザの中でも脇塩のとこだけ、こう、滑らかなんだよ。うんうんうん軽いんだけど、鏡っ,っ,っぽく、うん、つやつやした。<laughs> 鏡っぽくつやつやした。うん、あれが脇塩なんだけど、うん えー、質問者さんが言ってるその縦方向の使用で起きる反転流がイメージしにくいってことなので今度は実際の僕らの釣り場で起こる縦方向の用、えー、についてちょっと説明しようかななんかないかなまあ僕らが釣りをするのはおおむね堤防が多いから堤防で説明する、はい、これが堤防のケ計算ね 防はい、でも海面この辺だと思って、はい、上の方が海面でこ,ここだけでも 4m5m あると思ってそうするとここに基礎石があるよねうううんうんうん、うん、で堤防ってほら海向かってドーンと突き出してるので瀬戸内なんかではもう当たり前なんだけどこの堤防に対して潮はどう流れてるかって右から左か。 左から右流れてんだよね。うんうんうん。となると、こうぶつかるんだよ、塩が。なるほど。うん。で、この基礎石に当たった塩はどうしたって上に上がっていくんだよ。うんうんうん。だから、ここで反転流が起きる、こう。で、さらに一段上、ここんだ。こう堤防の壁面の付け根ね、ここ。うん。二つ起きるんだよ、ここは。うん,うんうん。反転流が。うん。これが、 あの一番イメージしやすいかな。うん、ともう一つは砂利浜砂浜、えー、でも一緒なんだけどあの割合こうパコッという明確なブレークがある場合、はい、これもコミシガの時にこういう縦の反転流が起きるよね。この、ね、縦の縦反転流っていうのは あのー、一つは釣れるタイミングであり釣れるサインでもあるよね、うん、なぜならあの砂とか泥の底餌が巻き上がってくるのよなるほど、うん、でこれが起きないタイミングがあるじゃんどうしたって潮の潮流であるとか緩満であるとかが、はい、だから自分が釣りに行くポイントでいつその底潮が巻き上がってくる塩がえー 大潮、中潮、しを、腰を、沸かしを、流しをの中でどういうふうに起きるかのイメージをまずした方が、あの、なんて言うんだろうな、集中できるのね、釣りに。うん。うん。今日はこの時間帯あたりで、えぇ、ー、底の流れが湧き上がって、基礎石側の横とか壁、壁の付け根で縦の反転量が起きやすい。つまり、底へさがこう巻き上がってくる時間帯だと。 だからまあ僕ら堤防で釣りしてて突然食い始めることがあるよね堤防際ではいはいはいあれかなり僕は関係,性関係してると思うんだよね、うん、ああその様の変化というかうん俺れねちょっと視点を変えて考えると物理構造としては一緒なんだけど、えー、広島県はねこう島がたくさんあるんですよ橋かかってるだよ で、そこを大きなフェリーとかが通るわけよ。はい。あの、フェリーが通った後ってよく釣れないああ、あの、引き波がぶわーってきて、そうなかされるとで。でっかいスクリューでかき混ぜてるうんうんうん。うん、これが一つ。ええー、それから、定期船の発着場なんかがたくさんあるよね。はいはい。定期船がガーッとお客さん積んで、ぼーっとあの高速船じゃない、定期船ってほとんど。えー、ええええ。高速線が出て だ直後ってすごい釣れるよねあーなるほどあれなんでかって話だね。うん、つまりスクリューで水かき混ぜてこういう流れが出来上がって底餌が巻き上がってるのよ。うん、この瞬間にドドドドッと食うことはねあのものすごくよくある。うんうん、まあどことは言わないけどか,かつて僕と友達が見つけた浮き桟橋なんだけど。 はい、フェリーが着くでっかい浮桟橋、うん、でフェリーがゴーって出ていったら、あのー、そこの桟橋から釣ってもいいよという昔の話ね、はい、今ほとんどは釣らしてくんないんで<笑><笑>なるほど私はねもうそのなんだろうなその船会社のお,おじさんたちが遊んで「遊ばせてもらっていいですか?」たら「おうおお 出てててっっったたらいいぞって言ってくれののねあの頃はで、ね、バ、うん、<laughs> ーッと出ていく、えー、大型フェリーとか中型フェリーとかが出ていくのを見送りながらこう支度してやるとねもう明確、うんうん、もう出て行って10分20分ぐらいバくクりまくる <laughs>、うん、<laughs> 僕ら好んで行ってた場所はね 40から50センチのアジがそのタイミングで食ってきておおなるほどでそれが収まるとピタッと食わなくなるおお<ー>でビタッと食わなくなった時にどうやって釣るかったらそこからジグヘッドを10センチしか浮かせませんよっていう釣り方になるおおもう本当にボトム付近を狙ってうんフェリーが出ていった直後の10分15分は あの1メートルぐらいパンパンパンってやってこう、つり下げたら、カーンと来るんだけど、シーンと染まって、その巻き上がってるものが全部沈んじゃって落ち着いたら、もうそこから10センチ以上持ち上げたら、あの、普通サイズの味になっちゃうおで<ー>。でかいやつ、全部下へくってんだよね、そういうとこ。<laughs> なるほど。で、スクリューで巻き上がった土の中に多分いろんな食べ物があるんだろうね、うん。 まあそういうふうにあの海峡部分をゴーってでっか船が通った時とか桟橋から船が出ていった時にバタバタバタっと釣れる原因要素原因と因果関係ねとあの潮の干満や流れの方向で堤防に当たった潮がこう巻き上がる時に魚がバタバタっと釣れるよっていう。 あのよ要素要因は同じだと僕思ってるんですようん、うん。だけどそれがいつ起きるのかっていうのはこれはやっぱり観察しないとだめね通ってね。そうですよねあのこの方あのメバル釣られるということで磯とかサーフ、うん、多分夜に行かれるの多いと思うんですけどあ<ー>できたらあれですよね日中に昼間にそのポイントとかを見ると分かりやすかったりしますよね。 うんだって僕が今した話だって夜だからね。うんうんうん。あれがあるとはいえ。ああ<あ>なんか例えば、馬乗せだったら、海面にこうちょっと潮の流れの変化が見えたりするじゃないですか。ああ、昼間にそういう観察しとくっていう観察するっていう。ね、はい。なる,なるほど、なるほど。全くおっしゃる通りですよ。うん。で、昼間だったら、あの、ゴミが舞い上がってくるのが見えるから。えー、えー、そう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 。ゴミじゃなくても、うん、ここなんか小さいこ海中の。 何か漂ってるものが、うん、下からこう上がってくるタイミングと全然動かないタイミングとはっきり見て取れる昼間だ、うん、うん、それはすごくいいと思う。うん、そういう観察が最終的にそのタイミングに応じた集中力を養ってくれるかそのタイミングを教えてくれるよね海が。うん、そうすると結果的に あの集中力が増すので、超過につながるということにね、必ずなっていくと思うんですよ。で、なんか、そうですね、この反転流とか、多分その反転流が起きてるときに、じゃあ、ベイトはどこにいるんだろうみたいな、どこにこう、定位してるんだろうみたいな、そのイメージの話だと思うんですけど。うん、このベイト と自体が例えば大型メバルとなるとこれ食物連鎖になってくるので、うん、その巻き上がったまず食物連鎖の底辺の餌が何かというと、えー、例えば甲殻類の幼生だったりするよね網だったりするよね、うん、もしくは缶虫、えー、類だあるとか多毛類の 体力がないというかあの、ちょっとちっちゃめのやつ、巻き上がりやすいやつ、はい、あるいは、本当に遊泳力のない小さい小魚、沼型ばっかりが巻き上がる。そうすると、それを食べる、例えばイワシだとか、うんうん、小魚がそのタイミングでばっと来るのよ。シャクメバルはそれと食いに来るよね。 なるほど、なるほど。あの、でかくなる魚ってのは掃除て小さい餌あんま食べないんだよね。うん。絶対じゃないよ。絶対じゃないけど、効率よく大きな餌を食べる子はでかくなるのね。うん、うん。まあ僕もその25センチオーバーから30センチぐらいのメバルが昼間に、 小さく口開けてみんなで並んで流れてくるちっちゃいなんだか分かんないなものすごいちっちゃいさこうパコ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 食ってるの見たことあるからでか <laughs> メはるでも網食うけどさでもこれ確率の問題効率の問題なのでやっぱりね一回の食事ででかいタンパク源取,れ取る方向命ってどうしたって選ぶので、うんうん、やっぱりそのベイトって 湧き上がってくる反転流に対してベイトのあり方って考えたら2段階3段階で考えた方がいいと思うよ。うーんなるほど。うん。そういう因果関係にあると思うよ。うん、うん。あと何が考えられるかな。まあ、構図としてはそんなもんだから意外に単純なんだけどね。うん。あとその湧き潮ってね、分かってくると リグ入れたらわかるよああ、そうですよね。キャストして巻いてる時のあの感覚ってことですよね。そう。で、あれなんかこう、いつもより軽いぞと 1.2g が。うん。あるいはなんか沈むの遅いなとか、いつもよりうんうんうん。それくらい、こう、なんだろうな、使ってるタックルとリグのウェイトが体に馴染むぐらいやり込んでる人は、そこ絶対気がつくはず。 その時に下が,が下から湧いてるってイメージできるよね。うん、だからその時にいやいや着底させないかんから重たくしようと思うのか。はい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 。もこう開か,かってくるなんかわからんけどちっちゃいその餌になるようなものと同じようにくるくる回った方がいいのかっていうことを考えないといけないでしょ。さっき僕が言ったその某場所の、えー、フェリーが出ていった。 行った後に4050の、えー、アジが釣れる場所ってここのアジはねあのお腹開いてみても分かったんだけどタモ類食ってるのよ、ね<ー>うん。だからこれはもう湧き上がった餌そのもの食ってるケースだよな。なるほど、うん、で湧き上がったタモ類が誤解が湧き上がったらすぐ落ちないじゃん。はい してこう反転しててるる乗っっっかかちゃら、うん、そうするとそれをイメージしたウエイトで同じようにこうイメージして同じような何て言うのかな動きが再現できるように努力した方が釣れるし実際釣れてるんだけどね、うん。なんかもうコマセの釣りみたいな感じのとこですよそうね。あるいはコマセの中に左右さえ入れてやるとかね。そんのイメージが欲しいよね。 だから僕もフェリー出ていって生姜が巻いてるときはとりあえず巻き上がってるその天然の餌よりも自分が投げたワームの方を食わせたいからまずそのデカメバルデカアジにこれに気が付かせたいわけ気づいてほしいわけ気づいてほしいから僕はよくサクヘッドを使うのよはいはいはい子供からパッ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 てやると目立つじゃんはいはいはいうわーってなってる中でパッ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 パていくから そうすると、うんってなるよね、見つけたやつは。ポン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 とやって、ここで、ロッドで吊り下げたり、<laughs> うん。つり下げたりこう、ゆーくこう聞きに行ったりするの。わー、うんうん、かあそこに。そしたら、かっとくるんだよね。なるほど。で、それがその大体1メーター上ぐらいで起きるわけ。うん、うん。で、えー、収まってくると、これがなくなるんだよ。うん。 そうすると、ボトムで、もうこんな釣りセンター感になる、うんだ。こんな感じの。<laughs> <laughs> えっと、いいこと思い出した。いいこと思い出した。えっ、ー、とね。堤防です。基礎石です。で、でここが海底です。 もうちょっと背の高いもん欲しいんだけど <laughs> そうするとここに人が立って釣るからまず魚が釣れやすい場所ってここだよねはいあここで釣れることも多いんだけどメバルなんかこの上のシェードの <laughs> 水面直角で浮いてたりするよねうんうん、うん、穴が開いてたらその中から顔をちょっと出すぐらいの感じでこうからこうら基本的に例えばキジハタなんかを狙ってて一番よく釣るのはこの辺でしょ はい、堤防だと積み石があって大体こ,こう斜めに落ちてるよね敷石は、うん、敷石とこう海底の継ぎ目とここの肩とここの隅っことあとはもう壁沿いねで何を説明したいかというとあの僕らがあの延べざおで生地旗あるいは目生えたところにはいはい、はい えーとね、僕らが通ってた広島県内の堤防の基礎石の幅と基礎石の肩から海底までの高さを全部ノートにつけてた、うんです。ここは4メー,ー5 0ぐらい基礎石の幅があると。うん、でそこから海底まで 5 0ンチか6 0ンチ落ちてるとノートで全部つけていくのそれは先輩や師匠が教えてくれたのを最初はノートにつけていた、うん、でそのうち自分で新しい釣り場を探しに行くから大体の勘で測ってそこをメモしてる、うん、で何をするかっつったらね野べ竿の仕掛けって竿があって糸がついてるじゃんはいでここへかみつぶしの重りり打ってここに針つけるんだよねうん ところがこのこの重りよりも上に枝張り出すんだよ。ほう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 。この下張りと枝張りね。はい。これが海底で、これが敷石の肩にくるようにセットするんだよ。ほう,ほ,うほう。うん。すごいだろう。すごいですねだ。だから2つのポイント、50センチぐらいあると思ってた、このタッパが。 1cm、はい、とかギャップの大きいとこだと7 0センチぐらいあるよね。うん、そしたら下張りというよりは下張りのところの進化がついてるから進化と枝張りの距離を7 0センチ取ればいいわけじゃん。はいうん、というふうにねやっぱり厳密に釣りをしようとするならばやっぱり自分が行く釣り場の特に堤防はね その基礎石と海底のギャップであるとか、うん、足元から沖合に向かって基礎石が何メーター出てるかとか、うん、これはきっちり把握できてる人たちはめちゃくちゃ釣るよね。何を釣るうんうんうん、確かに。そう。そこで、えー、やっぱり、その、あ当て潮の時にねあの、よく釣れるのよ。ああ<ー>。上張りで。ほうほうほう。うん。そのために上張りつけてたんだ、俺たちは。ああ、なるほど。 うんえっとし敷石に潮がたってこう駆け上ってきて敷石はここでこうす平らになるわけじゃん平らっていうかえー、こう、はい、で下餌がここに来て上餌がここでこう膜潮に上がってくる膜潮にこうたなびくのよううううんうんうん、うんだから伸びるのにピュッと振り込んでこう引きずってきてえー、重りが敷石の 面にこうこつと当たったところで止めとくの。はいはいはい。糸張ったままで少し竿でこう軽く上下したりするとぐっ、うん、と抑え込まれる。うん。らしきたったら大抵その上張りのふーわふーわねどん食ってきてる、ね。うん。それが当て字用の脇字用の時にものすごく起きやすい。うんうん。すごく起きやすい。で逆にこんな 下げの潮に入って、塩、はい、が払い出しの潮になったとき、はい、この時は上張りが効きにくい。へ<ー>で、えー、それまでは5メー,ターの差を使ってたの、今度は7メー,ターの差を出すわけ。はい、で、今まで釣ってた位置よりもさらに2メー,ター向こうへ振り込むわけ。距離が出るじゃん。はい そうすると、重りと下張りは海底についてる。うん。で、距離も出て角度が浅くなるから、上張りも下がってんだよね。うんうんうん。で、上張りって枝張りだから、払い出しの塩に乗せたら垂れ下がるんだよ。うんうんうん。そうすると、海底に2個張りがあるおお<ー>なるほど。私はこの時はこうなってんだよ。うん,うんうん。こういう釣りをすんのよ。 腫れ出しの時にはこういう釣りをするんだよ。で、沖へ向かってこう動くんだよ、餌が。はい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 。払い出す仕様だから。当て場の場合は逆だよね。こういう動きになるんだよね、うん、餌が。で、これはジグエットにームでも完全にそういう動きになるからね。うん、縦の反転流、うん逆。縦の反転流でも湧き上がる反転流と、 晴れ出す潮の時には、下りの反転量が若干できるよね。でも、うん、が湧いてくる潮ほどはできないと思う。だからね、あのー、やっぱりね、野辺沢を餌釣りをよくやってる人は、ライトゲームはすごく簡単。<laughs> <laughs> <laughs> 僕なんかそんな時代が長かったから、 ジュゲットワームでアジメバル釣るのはね全然難しくなかったよね。ああなるほど、うん。あとそうだな、そこの長、うん、は反転流だけじゃなくて流れに関する話をついでにしとこうかな。はい、お願いします。えっと僕はね、20代の頃に、えー、瀬戸内の釣り仙人と呼ばれる木原名人と出会って、はいえー、指示を受けることになるんだけど、じゃあかくん。 ひとまず一緒に行くかつっつてどうだったかはっきり覚えてないんだけど広島県のく呉の方の江田島とかその辺だろうと思う。はで、い「初めてか」って言うから「まあ野辺竿であんな場所でメバル釣るのは初めてだからああはい初めてです」って「まあ思うようにやってごらん」って言われて「ああはい」あはい、っつって全部支度したらまず自分がどこ投げ どこで釣ってもいいからやってごらんって言うから、こうパパッと観察して、トトトっと言って、ピュッと投げて。で、すぐ釣ったのよ。はいあ。師匠がやってきて、すぐ。かっこ今まで何釣りしてたって言うんだよね。はいはいはい。え、な、あ、いや、あの、渓流ですけど、って言ったら、なるほど、っつってな、納得するんだ。<laughs> お<ー>もう9秒気がついてるでしょ、何年か。はいはいはい。まあ、その流れの把握とかってことですよね。そう。 うん、このベターっとる広い海の中でなぜそこに投げたって言われるわけよ。うんうん、それは岩だったり敷石だったり堤防の角だったり藻があるとことないとこだったり藻があればあったで流れの方向が見えるよね。うん、それを瞬間的にもう習慣じゃない。習慣になってるから川で。ぱっと捉えてこうやるわけ。でも俺師匠が何言ってんのか分からなかったの、ね、よ。 <laughs> なるほどって言われてもえー、何がなるほどなんでしょうっつったらあの初めて海で釣りをする人は海を俯瞰で見ることができないんだってあ上の鳥の視線でってことですね鳥目線ででかすぎるから俯瞰で仮に見たとしてもでかすぎて理解ができないんだっつってこれをぐっと小規模で考えたら 例えば、滝壺だと思えばいいんだと、こ,このワンを。ワン、うん、を滝壺として捉えたり、テーブルの先でこう、潮が流れてたら、それは結構流れる強い川だと思えばいい。で、カコ川で釣る時に、どーっと本流流れてるとろのど真ん中に岩があったら、どこ探るよってう。うん,う,んうん。y o 裏です。だよな、表魚つけないもんね、絶対裏つけない。だから、その、 佐久君は修正で経験で海でも、えー、川で魚探す考え方を本能的に応用して釣ってるからそこへ立ったし釣れたんだって言われたのよ。うんうん、で考えたことがないわけじゃなかったけど改めてそういうふうにこうロジカルに。 あの釣りを組み立ててる人なんだなってこう話を聞くとファーって感心したねあなるほどうんそのまあ、そういうことを何度か学んでいくうちにやっぱりその釣りは科学だし哲学でもあるし科学でもあるし。うん、うん 自然との戦いでもあるし面白いな、まあ,あのやっぱりこうロジック立ててきっちりと考えないといけないなあっていうのは本当に僕は木原師匠に教えられたって感じだよねああなるほど、うん、今のその流れが当たってる岩があったらその表側になかなか魚がつけないっていうのはあのあれですね今日の質問いただいた方にすごく参考になるかもしれないですねそうなただこれ魚種によるんだよねそうですねうん あのキジハタは潮が浮き出したらとっとと岩の後ろへ隠れる。ううううんうんうん、うんマダイが平気な顔してやってきて潮表でガンガン餌取ってる。ああ、なるほどなるほど。海面が逆巻き出したらもう態度が。ガへっちゃらだもんそんなもんうん。ぶりもへっちゃらだし。でもキジハタカサゴーあたりは全部岩陰隠れちゃうね。うん、うんうん なんかその、あここ潮当たってる方だなとか、こっちは潮の当たってる裏側だから流れが緩いなみたいなのをこう,うまく探せると結構、超下に差が出ますよね。出るねだから僕なんかの瀬戸内のね、流れの強い海峡部分で、の海峡の本流のど真ん中の水深20メーター、25メーターのところへ、そのリグ、ぶち込んで、1 0メバル釣ってたわけなんだけど。うん いきなり釣るためのリグを入れないのよ。ああ、わかります。はいはいはい。塩を探すためのリグを入れるんですよね。そう。だから必ずシーバースタックル持って行ってた。うん、あれはバスタックルの薄いやつを、うん。うん。で、あのメタルジュグはり付けずに投げてた。ああ、なるほど。5 0ムとかを。うん。で、5 0ムでも足りないなら80とか投げてた。<laughs> で どこにあのガクンとブレイクになってるのか岩がゴンゴン大きな岩があるのか、うん、全部把握してメバルが釣れそうな流速にこう少し落ちて着いてきたらそこへ目がけてメバルを釣りに打ってったアップに打って鳴らスコンですとあっ入った入った入ったう、うん、ブレイクの下へブレイクの下の岩盤に入った、うん、よし来るぞで尺へとちょんちょんほら来た尺だっていうのを えと2011年の3月11日、<の>100<北>メバル3連発のやつですか。東北沖大地震の前の夜、ルアマガソルトさんのオファーで、瀬戸内で堤防から尺を釣ってください、お題で <laughs> あの、時間の宣言までしてね、8時半から9時半の間に1匹。うん 12時半から1時半の間に1匹釣りますと宣言して、ほぼその時間内に33と31.5かな。あとは23、45ぐらいはいっぱい釣ってるんだけどね、柵はこの時間帯しか出ませんって言ったのは、その、まず流速とリグが、メバルがその裏に溜まる流速と、うん、そこに入れられるリグと、うん、そこに魚がつくであろう えー、ピンスポットを探すためのなんていうの海底探索メタルグで重たいやつ、ええええ、これんか全部噛み合わさって初めてその釣れる時間潮時ね、うん、まだ宣言して釣れたわけようんあ僕のピークの時はそんな釣り方できてた<ー> <laughs> 通ってる場所それもやっぱりだからあの その場所の流れとその地形をその釣る前に把握するところからもう始まってるわけですよね。そうね、うんまあ、その話でついで電やっとこうか。あのー、小池玲さんはははいはい、はい小島玲子さんがね、広島へ、ナイトマダイのロケに来たときに、俺はちょうどメタルジグのテストで、そのテーブルにいたら、あの釣りビジョンのロケ隊がやってきてさ、高校なんでーって。<laughs> あリオンさんじゃないいいでですかここでって言われたからあいやいやどうぞどうどう僕はもう根元の方でメタルジグークのテストするだけだから一番いいところ陣取ってやってくださいってどこだけいいですかってかあの辺の字のところ一番いいですよつってね <laughs> 辺の字からもう真正面投げるのが一番いいかなってでこじれいちゃんそこで釣るわけなんだけどあの来てたのがね 2>, 2時か3時だ、まだ明るい時間帯から来たの、早くから。ああ、デイだったんですね、入った時間、うん、うん。釣るのはナイトなんだよ。うん。昼間釣,釣れねえから。<laughs> まあ、なるほど。んかうん。そしたら、何するかって言ったら、あの、平らば結んでんのよ。おー。俺はこっちでこう、やりながら、あれなんか平らば結んでんだと思って。で、見学しようと思って、タクト置いて、 島さん、ちょっと後ろで喧嘩させてくださいったら「あするんじゃないけどいいですよどうぞ」っつってでこう受けたらね平らば投げてんだよねはい遠目2遠目3遠目4遠目5遠目あんのやるなプロフェッショナルだなって話うん <laughs> 前もどっかでしたの気がするけど <laughs> 海,海底探索のね <laughs> はい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 、はい、<laughs> マテリアルとアンジュレーションうん それをしっかり叩き込んで彼女は夜になって見事3匹ドカドカドカおおすごいですねでそこは下り帖と脇帖と両方起きるのそこのポイントはああすごい複雑な場所なんですねうんそれも全部明るいうちにチェックしてんの小島、うん、でおお<ー>あれねあのテスターですプロですっつって言ってるアンラさんたくさんいるけど <laughs> じゃあ実際の現場であそこまでやる人間がどんだけいるかって言ったらまあまあなかなかすごいよ。<laughs> うん。本当にプロフェッショナルだなと思って感心したお話でした。<laughs> なるほど。なんであれですよね。あのまあさすがにそのいきなり例えばライトゲーマーだと5 0ムのものを投げるタックルは持ってないかもしれないんですけど <laughs>、うん、ちょっといつもより 重めのジグヘッドと、例えばいつもベイティを使っているんだったら、スワシャの XG とか大きい、抵抗の大きいものを投げて、様の変化をつかんでみるとか、ちょっと違うものを投げてみて、サーチするのありですよね。いろんな方法ある、うん。だけどやっぱりその、ボトムに何があるかを探すのは、うん、やっぱりメタルジグなり、タイ玉なんか投げるのが一番早い。ああ、そうですね。本気でや,るやりたい人も見てらっしゃるはずなんで。うん やってなかった人はね、やってみて。<laughs> 自分が通う場所に。そうですね、特にナットとかはそれにも使いやすいですよ、ね。そう、僕、うん、地球さんとね、大人の夏休みで初めて行く場所行ったら、まずなぜ、何投げるかと。僕はほとんど夏の四十五投げるのよ。うんうんうん。根掛 <laughs> か,かりしにくいんで。うん。そこずるずる引っ張って、ああ、なるほど、ああ、なるほどって。うん。で。そこから本気に釣りにかかるので。 うん、結構あのカメラ回した時に一発で釣ってるよね。うん。あもう一つね、流れと餌の関係の話をちょっとしとこうか。はい、ね。これもね、師匠に習ったんだけどね、夕方になると砂底から抜ける種類のプランクトンがいるのよ。お<ー>、うん で、これ、流れとも全部関係してんの。はいはいはい。僕が師匠になったのはね、実は渓流だったんだけどね。はいはいはい。アムこに注ぎ込む川、つまりインレット。はい。上がっていくと、縁があるん縁っていうかちょ、ちょっとした滝が。うんで、どーってなって、その腹出しの、あのー、サンドバー状態になってる浅いとこがあるじゃね。はい。 らせかららさにのうん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 ここへえー、おかしなもんでね川には満潮干潮ないじゃない、はい、でもね大潮の満潮の時間帯にで暗くなったら、うん、そこからね <laughs> あのプランクトンが抜けるのよ。 おでそれを知ってるからワカサギが上っ,ってきて夜中にパッパッと食べるんだよ。あなるほど。で、ワカサギがピチャ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 言い出すのよあの。夕方暗くなって七時、七時、6時、7時ぐらいになると。はい。あっ、ワカサギだいぶ集まってピチャピチャ言ってんなったら、それから、小1時間すると下流からガボッとっと音がしだすんだよ。どんどん近いってくるんだよ。これはね。 あの広島県の三条湖のね、えー、ひ,ひじりダム。<ー>ひじり湖。はいはいはい。ひじり湖という湖の、あのインデットの話なんだけど。<ー>40、50になるイワナと、アマゴのバカでっかいのがいるのサバみたいなやつ。<laughs> <laughs> ガバーガバガバって、その、ワカサギ食いに行くんだよ。へえ<ー>。プランクトン。これがだから、あの堤防でも、こう縦で起きるというのは、さっき。 話したよね川だったらそういうのが起きるし海でも間違いなくその砂餌で砂から抜けるタイミングってのがあってこれはねえっと BBC, BBC の放送かカナダの放送かちょっと忘れちゃったんだけど NHK でやってたんだけどあの沈船があって、はい、それを丸7日間かながずっと映してるの,よあの夜は照明大抵て船を。 なるほどそこに鎮こ座してる船をで7日間やったっていうのはやっぱりこう潮が一回りするまで撮影してるわけようん明らかよ本当に <laughs> 上りの中潮の2日目ぐらいからものすごい魚が増えるの船の周りにはい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 船根魚船の中にいるの、ね、よずっとで潮が浮き出すと餌がこう出てくるから それを食いに中魚とかが来てそれを食いに大魚までが満潮にが <laughs>、まあ、まず砂地からプランクトンが抜けてるんだと思うものすごく性能の良いカメラで撮影してたからもうそれまですんごいそこ水きれいなとこなのね、はい、ほぼ何も映ってな、ね、い透明なんだけど何かぷよぷよ ちちまましすそれがやっぱり砂から抜けた何かなんだよね。うんでそれを食べにあのイワシ系のやつも集まってくんだけどその沈銭の船の中に住んでる、ね、だからもう出てくんだよ。でそれを狙ってまたブリクラスのこう中型魚とかができてでブリ食いに最後はシャークまで来るんだよサメまで。<laughs> <laughs> で、満潮前ぐらいまでわーっとお祭り騒ぎになってて、で、満潮ちょっと前ぐらいから徐々にいなくなるんだね。うんあ。徐々にいなくなるっていうかね。な、なんかこう、ギュッとなってたのが、ふわーっとほどけるんだよ。お<ー>で、下げ潮が起き出すと、ちょっと場所が違うんだけど、またギュッてなるのよ。うん,うんうん。全部が。で、どん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 下げていくと、 一人離れ、二人離れ、みたいな感じで、またまたずーっといなくなって、最後また元のあの、干潮止まりにかけてこ、これシーンとなる。ああなるほど、うん。そのきっかけがね、僕が見た、その NHK で見た映像の、食物連鎖の底辺にいるのがやっぱプランクトンでした。うんしかも砂地から抜けるタイプのプランクトン。だから川で起きてることは海でも起きるんだなと。うん。後に思った。 塩、うん、が動いてないと釣れないっていうのは、なんかそういうことでもあるんですね、やっぱりその。多いね、あるよね。塩、うん、が動くから、食物連鎖が始まるっていうことですもんね。そう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 ,、うん、うん。なんとかかなり喋れたんじゃないかな。<laughs> いやとても、なんか前後編にもなりそうなぐらいら、喋 <laughs> っていただき、ありがとうございます。ますきっと多分 視聴者の質問いただいた方にも参考になるんではないかなと思います。じゃあ、えっ、ー、と、今日の動画、えー、役立ったよという方は、ぜひ皆さん、この動画へのグッドボタンと、あと、まだ登録してないという方がいましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと、新しい質問も随時募集してますので、ぜひコメント欄の方までお寄せいただけると嬉しいです。じゃあ、レオン師匠、今週もありがとうございました。はい ありがとうございました。じゃあまたね。